皆さんこんにちは。キャンキャンの新専属モデルになりました佐々木理香子です。はい、今日は私の毎日メイクをご紹介したいと思います。そして、最後には、撮影風景をねちょっとお届けしたいなと思うのでぜひご覧ください。それでは雑談を交えながら、毎日メイク紹介していきたいと思います。はい、まずは私は今ベースメイクをしている状態なんですけれども、ベースで使ったのはこちらのラロッシュポゼノです。パールホワイトになってます。結構白めです。白めなんですけど伸ばしていくと本当に馴染んでくれるので、はい、誰でも使いやすいかなと。あ、分かりやすいな。でも手でやるとこんな感じ。これこっち塗ってます。こっち塗ってないです。若干、そしてファンデーションはディオールのものを使わせていただきます。私普段アンジュルムというグループで、はい、活動させていただいてるんですけど、ライブをね頻繁にするんですよ。なのでファンデーションとかは結構落ちにくいものを選んだりするんですけど、結構落ちにくくて汗に強くて私はたくさん使わせていただいております。次は眉毛やっていきます。私がいつも使ってるのはケイトのものになっております。この色を使っていきます。中間の色、私はこの付属のチップを使っていつもやっています。はい、宮城県出身、これが出る頃には多分20歳になってると思います。佐々木理香子です。よろしくお願いします。あ、それでは眉毛塗っていきます。私結構眉がガツンってこうあるタイプなので、あんまり塗りすぎは禁物ということで。眉の主張をあまり強くしたくないので、ふんわりちょっとずつのせていきます。なんか元々のこの眉の形に沿って、なんか間を埋めていく感じです。私は、一応スポーツは好きなのと、あとダンスがとても好きです。はい、得意とかなんか自分で言うの恥ずかしいけど趣味、音楽を聴くのがめちゃくちゃ好きなんですよ。だからお家で音楽を垂れ流しながらフリーに踊るのが好きです。ブルーノマンスめっちゃ聴きます。最近お散歩とかしながら、あ、お散歩趣味です。はい、趣味散歩です。本当にお散歩私大好きなんですよ。イヤホンがあればどこへでも、はい、歩いていけるので散歩が趣味かな。眉毛塗ったんですけど、私はこの上からですね、今日整えるためにこのクリアの眉マスカラを塗ってます。じゃあ今日は気分でヒンスにしたいと思います。一本一本、一本一本っていうかこうガーって整える感じで、眉がある方はぜひやってみてください。ハロープロジェクトに入る前も一応アイドルをやっていたので10歳です。10年やってる感じがしないです。この10年ですか。でもやっぱり小さい頃からずっとアイドルになりたいという夢を持ってずっとやってきてたので、こういう活動ができてることがすごく奇跡だし、すごく楽しいです。やっぱり、うん、こんな感じ。次は、目元を今日はワンカラーでいきたいと思います。こちらもまたまたヒンスのシャドウになってます。こういう感じの色になってて、地の肌に近いようなふんわり見せてくれる感じになってます。自分のこの手で塗りたいと思います。このバランスはもう自分で見てこれぐらいかなって。すごいこのリアル感、筆は使わない感じがで、ステージの時はもうちょっと色のせたり、ラメを乗せたりとかもするので、それはまたいつか。大体みんな仲いいけど上國料萌ちゃん、うん、いろんなところにも一緒に行ったし、うん、何でも話せる仲というか、いい感じにこう支え合えてる関係なのかなと思いますし、あとやっぱりこういう何アイドルじゃないその面を見せるお仕事というかモデルさんとか、なんかそういうのについて話したりだとかします。はい、こんな感じです。
で、次にマスカラに行きたいと思います。マスカラはヒロインメイクのマスカラを使っております。私は今ハムをかけてるのでビューラーはしません。細めですね。ステージの時はステージ映えするので黒とかを使うんですけど、やっぱり普段は若干柔らかい印象にもしたいなって思ったりもするのでブラウンにしています。何でも挑戦したいです。これっていうのじゃなくて、もう何でも着こなせて何でも挑戦できる女性でありたいなと思います。次はチーク&ハイライトをやっていきます。はい、ごめんなさい、ちょっと使用感が凄まじく出ているんですけれども、はい、こちらの皆さん使っていると思います。3のものです。こんな感じ。ハイライトを入れるところはここよし、変な人って言われます。メンバーからはよく変な人だねとか、やっぱり喋り出すと本当にこういう感じなので、なんか最初のイメージと違いますって言われることは結構多いですね。はい、ハイライトできました。見えない、でも見える、ほらそして次にチークなんですけど、底見えしてない方、そっちを私はチーク代わりにしてます。ツヤ感をプラスできるので、そうこれを使ったりしてます。こことここに入れてます。ただある程度普通のチークよりかやっぱツヤ感があるので、私ここ目の下に一応ほくろがあるんですよ。ここをちょっと強調するために上からラインを重ねるというかちょっと描きます。うん、はい。次に一気にイメージが変わるリップを塗っていきたいと思います。まず1個目、ライキー、こういう感じの色、こんな感じ。今日はせっかく白のお洋服を着ているので、もうちょっと明るめな色をつけたいと思います。フィクションのリップです。これはマスクするときに落ちないやつらしいです。こういう色、あと私は内側に、塗ってまんまってやって広げていくタイプです。メイク完成しました。キラキラ、よかったら真似してみてください。撮影終了しました。イエイ。いやー、やっぱり最初の方はですね、やっぱり緊張したんですけれども、後半になるにつれてだんだんなんか楽しめたんじゃないかなと思っております。最後まで見てくれてありがとうございました。これからキャンキャン専属モデルとして精一杯頑張っていきたいなと思います。そしてキャンキャンの YouTube チャンネルのチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントなどなど待っておりますので、ぜひよろしくお願いします。佐々木でした。バイバーイ。ありがとうございます。笑顔溢れちゃう。ありがとうございました。